みにそこじゃキヨキヨです。はい、ということですね、今日の昼ぐらいにアップした動画で、私のキヨキヨのトイレと言われるね、ダンボッチ、解剖音室が今ね改造中なので、ちょっとねまだ今日のね動画この風景なんですけれども、今日はですねこちら無課金レジェンドやっていきましょう。無課金レジェンドもね、なかなかこう時間が取ることができないというか、こうほんわかでこうスパーキーでバーンってやりたいとかあるじゃないですか。そこがね非常に難しいんですけども、まずは宝箱、これねちょっとやっぱこうね光ってるとね視聴者さんの皆さんね怒っちゃうんでね、引けよっつってね、ほよ欲しいのはバルーン、ポンな、おこれは非常に美味しい。これザップがねやっぱ最近ね強いんですよ。矢の雨でねガゴムで死なないのよね。だから最近はねそうザップ入れてるんですけど、もう一回来い、頼むよちょっとやめよ今のポン。なるほどね。銀の宝箱、これめっちゃ重要だから、これ。これで出る可能性ありますからね。バン！まあ。でですね、私の今の進捗なんですけど、もう大工の作業場来てるんですよ。なんで、スパーキーも当たる確率もありますし、もうね、ゴーレムも当たる確率もあるんで、これはすごいですよ。で、まあ次目指すとしては、まあロイヤルアリーナと。で、ロイヤルアリーナに行くとね、やっぱね、こう、エビババとかロイジャイとか来るんで、これもまた戦術の幅広がりそうだなって感じですよね。それでは今日も、無課金レジェンド、行きたいと思います。ダン！まあ、バルーンデッキですね、バルーンデッキで行きます。ユロピク、プチ格上。プチ格上。まあ、一つぐらいの格上ならね、もう全然許容範囲ですよ。許容範囲ですからね。これね、ちょっと、これプレッシャーやりゴブでしょ。プレッシャー、大学教科じゃん！プレッシャーやりゴブで、これはどうしようかな。でも相手無視？相手寝た？早くも睡眠のお知らせ。ちょっと待って、本当に睡眠した？ちょっと待って、逆サイ。ガチで寝た説ありますよね。ちょい、一発目、あ、待って、生きてる。あ、待って、ダメ、海星死んでた系男子だな、これ。絶対。今、ネクロとウィザードがなんか、一発ある。よし。なんかこう、同じタイミングで出てきましたよね、謎にね。よし、ちょっとこれはね、もう相当な判断ですよ。これ負けたらこれ、お恥ずかしいものになりますからね。これ負けられないですよ、さすがに。まあでもね、ここでね、格好つけると、お、マジか。マジンコ TV？ こっち来い。なるほど。こっち来い、ネクロ左行け、そうこれがうまいでしょ。こうお散歩ね、キヨキヨお散歩だから、これがいいよ。待って、ちょっとこれやりゴブで、このちょスケルトンが1体来てるのがちょっと怖い。これね、ネクロはこっちでターゲット取る。待って、これはまずい。まあいいでしょ。あ、全然いい。やっぱね、マスケット重視をね、こう永遠に生き残らせるのがちょっと僕のねやっぱ得意技ですね。よし、ここからね、ちなみに言うけど、これ格上ですからね、一応ね、補足情報ぐらいで聞いてほしい。マジか。そんな聞いてない。空攻撃できるカードが一切ない。やばいぞ、これやばい。ザップ。ここにザップ。よし。これで、マスケでここで防衛するでしょ？で、ここで、このカウンターナイトにバルーンを展開していく。ここで、バルーンを、あ、ちょっといつもずれた。オッケー。そしてもうこれも奇襲かける。よし。あ、待って、ウィザードやばい。オッケー、丸よ。さあ、ここからどういくかだよ。こう、スリークラウンカッコつけて狙うのか、こうね、ちょっと防衛するのかと。選ばれた、あ、やばい。え、マジで？このトロ体でペッカとか出てくるの？それ出てくるの当たり前か。じゃ、これ完全に防衛しないと、これまずい。え？レベル 3？ なんで？あ、ミラーカード。この人ミラーカードめっちゃレベル上げてる系だ、この人。マジンコ TV？ これが強い。いや、ただし結構いい防衛ができてるぞ。結構このやりゴムの数よ、この。やばい、来た。ここでジャイマスケ。やばい。一応右もね、一応防衛する振りだけしとこう、振りだけ。振りが重要ですからね。横断歩道でもこうね、急ぐ振りすることがやっぱこうね、重要ですからね。よし、いいぞ。守って。いや、これは守ったし、さすがに。頼むよ。オッケー、丸。いや、よかった。ちょっと今、溜めちゃったよ。なんて言おうかなって思っちゃった、今。はい。待って、キヨキヨ、これトロフィーめっちゃ上がるの、これ。どうしよう、これ。お、来た、クラウン宝箱来た。クラウン宝箱、これバルーン来てくる。バルーンのレベルをマジで上げたいザウルス。おお、待って、あ、そう、スパーキー出るんだ。これ来るぞ、これ。来い。はい。ポン。あーしょ、あ、おホグライダーも美味しい。最後、バルーン欲しい。バルーン、さ、36枚
こんなことある、これは嬉しい、これこれはめっちゃ嬉しい、これもうレベル上げましょう。150円ポン、よしよしよし、この調子でねどんどんトラ上げしたいと思います。やっぱねこうね壁がねどんどんできてくるんですよ。ポン、あのね壁が出てきますね。こうこれ以上いくと勝てないんじゃないかっていう壁までね突っ走っていきたいと思います。あ、また一つ格上。これで勝ったら今日皆さんもうチャンネル登録すごいですよ。今日はすごいよ。どうしようかな、ちょ後ろからないと。まあ、さっきの敵は言うたらちょっとあれでしょうと、おねんねタイムが挟んでたんで、ちょっとね、ちょっとあれ、ちょっと卑怯ですよと。勝って当たり前の試合。お、おい。まさか。あ、来た来た。よし、ここでナイトボール。うわぁ、これね、ほんとね、もう物申したい。ほんと、テートロ隊のネクロマジで強いから。ほんとに、バケモン級に強いが、あら、おっと、これは相手、ミスった事件簿、これは。これ事件簿、まあ、これやっぱミスをこう、誘発させることが重要。よし、ここで、このネクロ先生やめて。ネクロ先生と、ウィザード先生、これ、範囲攻撃しかいないから。よし、ナイトでちゃんと攻撃受けて、やばい、死ぬ。これ、ウィザード強え。この隊の、このトロ隊のウィザード超強い。うわ、マジか。よし、これで。よし、いいぞ。これいいんじゃない、これいいんじゃない。待って、ちょっと若干待って。一発で死ぬのこれ。一発で。ボスコンって言って一発で死んだけど。やばい。もう一回。よし、危ねえ。危な。この、落下ダメージ結構強いな。落下ダメージ結構強い。まあ、このベビドラをね、こう、華麗に処理したのがよろしく。よろしく。よし。どうしようかな。ジャイバルーン展開していきましょうか。このね、このデッキちょっとね、高回転バルーンをちょっと意識しすぎましたね。ちょっとね。だって今のところこう、ナイトとバルーンだけじゃないですか。だからこう、ジャイアントバルーンっていう、やっぱこの脅威の、もう止められない、もう止められない、そうですよね。止められないロワイヤルをね、したい。よし。行くぞ。ここから、キヨキヨロワイヤルを。ちょ、マジで。キヨキヨ、ここよし。で、ここで出していって、これ、角出しますけ。これだ、角出しで、もう、これはもう、奇襲をかけていく。やっぱね、クララはエリクサー使うときはね、たくさん使った方がいいんですよ。名言出たよ、これ、名言。使うときはたくさん使う。いいぞ。待って、これは、混戦だ。これまずい。これはちょっと、見なかったことにして。見なかったこと。これはね、こういうことでしょうね、要は。おっと左は捨てた。左は塔の昔に捨てました、私は。実は誰も気づいてないところで私は捨てました。そして、ここでも体出しよ。で、ここで、頼む。マジ、フリーズとかやめて。フリーズとかそういうさ、ちょっとトリッキーなことはさ、これジャイアント体出しで追従させていく。頼む。一発、入った。そして、チャイパンチ、落下ダメ。オケマル。そして、待って、これは、完全にボイスルート。もう絶対ボイスルート。体出し、やめて。いやー、これですよ、これ。あ、やるなって言ってくれた。ありがとう。ナイスゲーム、ほら。いい人でしょ。やっぱね、ほれーってしてくるよりね、やっぱね、こうみんなでね、わきあいあいとしたら楽しい。はい、ということで。待って、これ。残り25で、これ1800いきますよ。こんなことある？やっと時代が急急に追いついてきましたね。ポン。さあ、これでもう勝ったら本物よ。本物。よろしく。お、ホレイしてる。いや、怒ってね。ホレイの敵にはやっぱこう怒るっていうのがやっぱね、一番ね、重要よ。これは、ナイトのレベルもね、若干高いですからね、相手ね。よくね、格上と戦うっていうのはもうね、あるあるでしかない。マジか。これ強いぞ。なかなかファンキーな感じだぞ。だが、おっと、マジでフリーズ？だが、しかしちょっと相手エリクサー絶対ないでしょ。エリクサーないと見越して、左から展開。こちら救急本部、おっとどうぞ。よし、ここで、相手どうせスケルトン部隊とか組んでしょ？スケルトン部隊組ん、来た！ほら！この読みというか読みではないな、正確に言うと、なんか、ね、来るんじゃねっていう、ただの予想。読みではない。これはまたジャイバルーン展開かな。でもね、残り1分にならないとジャイバルーンって難しいんですよ、やっぱり。何でしょう、マスケから展開していこうかな。ヨロピク、よし。で、どうくる。え、バルーン、そういうとこあるよね。うわ、マジで。ちょ、待って、これマジで。ザップ。ここに、ザップ。よっしゃ、あぶね、待って、頼む。タワーダメージ。オッケー、よかった、今。ナイス防衛でしたよね。なかなかのね。うわ、うま。
相手防衛上手くないですか、若干。これはちょっと、まあね、残り1分からがね、僕の真骨頂なんで、マジで。なんでちょっと、ザップはね、なかなかあんま使わないようにして、これ、ナイトマスケ。よし。よし、これ、どうせ、スケルトン部隊来るんでしょ？ほらね。ほらねっつって、なんか防衛しないっていうね。まあ、これは、タワーダメージで処理して、なるほど。こういうことですね。こういうことですね。なんかあったらザップ。なんかあったらザップ。これザップ打たないとまずい。ドン。やべ、マジか。マジか。一発を決めに来てる、この人。頼む、落として、落として。あぶね、あ、音危なくねえよ。落ちた。落ちた。これはもう、ここで決めに行く。相手ファイボとか持ってないよね。どうせ。ザップ準備。ザップ準備。取れねえ、なんで取れねえの持ってんの。取る、やば。嘘でしょ。いける。よし。よし、こっから。マジこっから。相手多分飛び道具系持ってないよね。ザップ。ちょっと待って。オッケー。アルティメットオッケー。アルティメットオッケー。よし、よし、こっからだ。こっからだ。頼む。やり込む。なるほど。なるほどね。なるほどね。まずい。これはまずい。バサイレ、頼む。あー待って、いける。落ち着け。こっからだ。マジか。ザップやばい死んだ死んだわ強かった。いや、このだって紳士さん強かった。うまかったもん今。ここら辺受け取ってなかった。全然受け取ってなかったな。まあ2勝1敗でしょ。だから1回勝ったってことでしょ。はい、ということですね。今回は無課金レジェンドやってきましたけど、これね、ほんとね、2000兆マジでいきたいですね。ちょっとね、今後ちょっと無課金レジェンドとのね、出す量がちょっと多くなってくるかもしれませんけど、ちょっと私ちょっとね、マジでこう無課金で、多分レジェンドとか言ったらマジかっこいいじゃないですか。だからちょっと私も頑張っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方、ぜひともこちらのボタンからチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録していただけますと、私も待ちましょう。クモン当たりません。ぜひとも皆さんお願いいたします。そしてこちら無課金レジェンド動画おすすめ動画2本ありますので、まだ見てない方、ぜひとも見てみてください。ということで、合唱マッシュ